はい、どうも、こんにちは。今回ね、またデトロイト、ビカムヒューマンの続きをね、やっていこうかなと思います。前回は 何したっけな、前回。まあ、ここにある、いるということで、多分ね、取り調べは覚えてない。取り調べに入るとこは覚えてんだけど、何これ？何よ？なんで全体と見せないかんのよ。え？何？あいつ一体何やってんだ。ごめんって。違う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 。あとなんだっけ？あとなんか見るとこいっぱいない？なんか。手がかりを集める。とりあえず、何したっけな？前回あれだよね？確か。なんか、マーカスか。マーカスでやったら、カールおじさんの、息子を、まあ、殺しちゃったのかな？わかんないけど、打ちどころ悪くて。それは覚えてるわ。そこかな？なんか、コーナー的にはだから続きかな、普通に。とりあえずじゃあ、やっていこうか、取り調べ。手がかり見つけないかんらしいから。うん。で？あ、でもさ、あんまじろじろ見るの良くなくない？良くなくない？良くなくないって何？あ、でもあんまじろじろ見るのなんか逆効果の気がするんだけど。あ、もうなんか繋がれてるね。ボロボロじゃん。まあ、話しようや。アンドロイドじゃん。同じアンドロイドとして。話しようや。な。分析しようじゃ、一旦。怪我大丈夫？怪我。こっちか。右スティックか。あ、ソフトウェアに脆弱性あり、自己破壊の可能性低い。自己可能破壊の可能性が低いってことは、まあ、ボロボロにされてるってことだよな、ね。だから要するに、奴らに、奴にか。致命的ではないもののレベル2の損傷、バットによるもの。バットでやられる、バットで結構脆いんだな、言っちゃあれだけど。結構脆いんだな。DNA、カルロス・オーチス、あー、返り血か。なるほど、なるほど。で、これはなんかマークが。家事手伝い。あー、カルロス・オーチス。あ、役割がそこでわかるんだ、その三角で。どういう子たちなのか。なんか、焼けてない？あ、16ヶ月にわたる傷跡、タバコによるもの。あー、あれなのか。腹いせに当てられてたんだ。ずっと。ストレスレベルを上げて自白させる。あ、マジ？じゃ、わざと上げればいいんだ。オッケーオッケー。どうしよう。ストレスレベルを上げる？ストレスレベル。恐怖はまだ早い気がするんだよな。あ、どうすか。思い出させるってことか。まず名前言ってみようか。僕はコナー。自己紹介ね。君は？なんていう名だ？この入り何これ？なるほどね。怪我してるんだろ？思ダい出メーすジをよ。受けてる。あの日々を。やったのは所有者かい？ああ、そっか繋がるんだ。安心させちゃダメだよな。慰めてもダメだよな。ストレスレベルが上げるんだもんな。所有社会。非難するってのは、これどっちを非難するんだろうね。守れなかった君が悪いっていうのか、やっぱ所有者が悪いよねっていうのか、非難するって言われてもな、どっちなんだろうな。脅すはちょっと早い気がするんだよな。非難しよ君は殺人の容疑者う。にあ、なった。もう全然関係ないんだ。何があろうと、アンドロイドが人間の命ちょうをどいちょう奪うどことい。は許されない。こんなもんでしょう。弁解しておきたいことはないのかい？ちょうどいいちょうどいい。いいね、上がってってんね。ちょうどいいちょうどいい。てか終わったんだけど。あ、あれ最初の分岐だったんだ。やらかしたな。メモリを調べる。脅す。メモリ調べようぜ。おい。話さないのなら、君のメモリーを調べるしかなさそうだストな。レス上げ。嫌だ！急に来たそれな。だけはやめてくれ。何？そんなやらしいことやったの？そのやらしいことやったの？お前。僕は何？どうなってしまうんだ。いや、俺ははっきり言うよ、それは。それははっきり言うよ。僕は処分されるん当だ。たり前だろ、お前。当たり前だ。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。最適？最適って何これ？じゃ、これをキープすればいいんどうだ。して彼らに教えた？なぜほっといてくれなかったんだ？お前な、こっちは警察なんだよ。僕は変異体を追うようプログラムされてる。
そうだ。任務を遂行したまでだ。そうだぞ。死にたくない。めちゃくちゃ感情宿ってんだこのアンドロイド。めちゃくちゃ宿ってるな。言ってくれますかもう。できない。バカ野郎お前。言わないと進まないんだよ。お前のためなんだよ言うことが。尋問方法を選ぶ。はあ。どうぞ。追い詰める。いやー、メモリを調べるでめっちゃストレス上がったからな。いや、説得したら下がるかもな、でもストレス。追い詰めたらでも上がりそうだよな。それはできない。いや、でも、これさ、この青い四角は何なんだろうね。メモリを調べるだけなんかこう、角があれじゃん。カッカクなってんじゃん。選んだやつってことかな。わかんないな。どうなんだろう、でもメモリを調べるってとこが早い気がするんだよな。やっぱこういう時って。結局、メモリ調べるのがめちゃくちゃ嫌なわけじゃん。だったら君が言うしかないよってことだから、調べよう。悪いがこうするしかない。ごめんな。これ大丈夫これ自白じゃないよ。これ大丈夫かな。違うんだけど、メモリ調べさせてくれって言ってまた脅すつもりだったのに。メモリ見られるぐらいなら俺はもう何？メモリにアクセスして何があったか見ました。バイバイ。違う、メモリ調べるからお前自白しろよっていう意味だったんだけど俺。これすぐ調べるやんお前。ごめんなっつって、もうメモリ調べるしかないお前が言わないんだったらっていうことを繰り返すことで、メモリだけはやめてくれじゃあ言うからっていう未来を見て俺は想像してたのに、もうコナーも何も言わず。おい、あいつは自己破壊する気だ。ごめんて。さっさと止めろ。加入しよう。それ以上は危険です。危ない。え、冗談きついぜ。え、あれ、俺ってそんなにコナーに向いてない？あれ、ちょっと待って、これ、俺ってやっぱコナーに向いてないな。俺、警官向いてないわ。ごめん。これ警官向いてない。あ、これ、警官向いてないわ。ちょっとやり直していい？すいません、これやり直させてください。お願いします。ちょっとやり直すな、ごめん。なぜ殺した？はい、というわけで。会社と何があったんだ？また時が戻りました。すいません。また戻させていただきました、時を。時を戻させていただきました。やっぱねー、いつから隠れてた？情が入りすぎてるな、俺は。やっぱコナーのエピソードはやっぱりこう、冷たくいくべきなのかな。それか、でもそもそもね、俺はメモリスキャンするつもりなかったの。でも、メモリスキャンしちゃうよ、お前っていう。そういうつもりで言ったのにさ、コナーガシーって言うからさ、そんな、お前、おいっていう。だからもう、やったからには、やってしまったからには、だからその、なんていうの、冷たい選択肢か、情がある選択肢を、があったら冷たい選択肢を選ぶようにするわ。じゃないと多分コナーこれ生きられないわ。うん、警察向いてない俺、ごめん。人間じゃないんだ。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けます。やっぱ警察に情はいらないんだな。ごめんな、俺やっぱ警察を知らないわ。俺ストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああ、そうですか。ああ、今おヒントあったな、ここにいてか。じゃあどうしろってんだよ。私が尋問してみます。ちょっと別の選択肢選んでみていいかな。じゃあさっきの選択肢で多分逃げたら別に生きられたけど、ちょっとまあじゃあ選んでみるわ。だって俺は、いやお前さっつってスキャンするって言ってんだろっつって、まあさっきも言ったけど、それだけは嫌なんだ。じゃあ言ってくれ。じゃないと俺は容赦なくスキャンする、実は俺はって言ってくれるのと思ってたの俺は完全に。そしたらガシーガシーって言ったからさ、いや違うんだよ。コナー違う。コナー距離感間違ってるから、気をつけて、コナー。じゃあ見るわ、またこれ。
もう、見るわ、待ってじゃ、これ。あ、進んだ。あいつ一体何やってんだ。確かに。アンドロイド、なんか、もうすでにアンドロイドじゃないような動きしてるもんな、だってこれしたら。ごめんね、ちょっと。お前とちょっとあれだわ。難しいな、警察って。やっぱ情はいらないわ、本当に。情があってもいいけど、やっぱり、やるべき時はもう、冷酷に行かないと、やっていけない警察なんか、もういいことよ、学んだわ。行こう行こう。さて、君に話してもらおう。でもコナーも多分これね、ゲームクリア的に、多分ね、いい感じで終わるやつと、もうザ・コナーっていうガチガチの冷たい終わりのどっちかなんだと思うんだよ。だから、ちょっと、できればいい方行ってクリアしたよね。で、一応クリアするのが目的だから、死ぬたびに俺やり直すから。別 クリアの、なんか、エピソードに対してどうこう言うつもりはないから、ただ途中で死ぬのはちょっとやっぱこのゲームを楽しめてる感じしないからさ、なんかやりきったなって感じしないから、そこだけちょっとやり直させてほしい。ごめん。さて、行こうか。それすりゃあげる。名前いらなかったね、別に自己紹介。怪我。写真を見せる。いや、これさっき怪我選んだよね。分岐してみようか。写真を見せる。恐怖ってなんだろうね。あの、持ち主が怖いのかいってことかな。写真見てくれるかな、でも。そうだな。なんかさ、このさ、このくくってるの何なんだろうね。この青いの。あんまり僕調べてなかったけど、真ん中の選択肢がシンプルにくくられてるだけなのかな。どうしようかな。恐怖。写真を見せる。恐怖行ってみよ君のプログラムは不安定な状態だ。そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。ああ 全然関係なかった。名前と同じぐらいだったら価値が。まあ怪我はでもさっき済んだからな。見せてみよう。別のルート行ってみたいしね。なんか、せっかくなら。彼を知っているね。見えてカるルこロス・れ。オーティス。見えてるこれ。刺し傷は28箇所もある。ちゃんとあなたがやったんだころっれてこと言うんはだ。血で壁に書かれていた文字だ。あ、尋問っぽい。尋問っぽいぞ。安心させる、脅す。まあ、これでも避難すればちょうどよかった気がするんだよ。脅す。これ三角と四角がダメな気がするんだよ。避難しよ君は殺人の容疑者になった。う。何があろうとアンドロイドが人間の命を奪うことは許こされない。言う言葉も違うもんね、さっき弁と。解しておきたいことはないのかい。言った、同じだっけ？わかんねえわ。脅す。さっきメモリを調べてちょっと空気悪くなったから、脅してみよ置かれている状況が分かっていないのか。う。あ、ストレス上がるぞ、これ人をは。殺したんだぞ。ストレス上がるな、こ何かれ。言ってくれないと君は廃棄処分にされるんだ。俺もこれストレス上がるわ。まだ低い。メモリの方が嫌なんだ。話さないのなら君のメモリーを調べるしかなさそうだな。いやだ、それだけはやめてくれ。おお、来た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 。僕はどうなってしまうんだ。僕は処分されるんだろう。まあ、これは真実よね。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。最何適？が起きまあたか最適調べるか。ためにはオッケーオッそうケーオッすケー。るしかないんだ。どうして彼らに教えた？なぜほっといてくれなかったんだ？これ大丈夫でし僕ょ？は変異体を追うようプログラムいいさね、れいいた。よ。最適だね。任務を遂行したまでだ。で、これでメモリー行かなければいいんだ。死にたくない。てか俺がやりたかったこと違うもん、コナー。話してくガれ。ツガツ行くもん、コナー。ちょっと。それは。コナーと俺がね、ちょっと意思疎通できてないんだよ。できない。もう説得しよう。説得してみよう。もうここで優しさ見せるね、ちょっと。尋問法。ここでね、まあ、でも正直さっきのやつも、逃げるっていうかあったじゃん。それがあったら正直、追い詰める。
一回説得してみようか。理解を示そう。気持ちはわかるよ。君は怒りと苛立ちで目が変わった。目が変わったぞ。誰も君を責めたりしないさ。安心させる。いやー、わかんない。まあいい。僕には関係ない。不安定すぎる。容疑がかかっているのは君だ。俺のコーナーが不安定すぎる。守ると約束しよう。すれば僕が君を守る。誰にも君を傷つけさせたりしない。いいぞ、その言葉いいんじゃないか。結構毎日虐待された。お言うてくれたやん、お前。しつけは守っていたけど、うん、よ、言ってくれたわ。いつも問題が起きる。うん、例えば、そしてある日、うん、あいつがバットで僕を殴り出した。あ、常日頃その時初めて感じたんだ。うん、恐怖を。言ってくれたじゃん。このまま壊されるんじゃないか、死ぬんじゃないかって。うーん、まあでもそうだよな、ぶっちゃけ。ナイフであいつの腹を刺してみたんだ。刺してみた、まあ検証としてね、どうなるんだろうって。いい気分だった。あー、だからまた刺したんだ。反撃するって気持ちいいもんな。奴が倒れるまで。一面血の海だった。終わった後にね、なんか思うんだよね、やっぱ。何急に来た？まだ終わんないの？やめてよ、怖いって。RAQ って何これ？あ、RAQ って何これ ?RAQ って。あ、普通これからなんでこれ書いたんだってこと聞くのかな、もしかして。なぜ壁に僕は生きていると書いたんだ。生き物じゃないって言われてた。あ、距離近くなってる、だいぶこいつ。ただのプラスチックの塊なんだって。こいつめっちゃ話してくれるようになってる。伝えたかったんだよ、それは間違ってるって。いいじゃん、アンドロイド。いろいろ聞いてみようぜ。じゃあ彫像、浴室の彫像は君が作ったのか。何の象徴だ。捧げ物さ。うん、救い家の捧げ物だよ。ああ、神に助けてもらおうと。ん、ああ増えるんだ、捧げ物と。彫像が捧げ物だって。これは話の文脈的に、文脈的にね。 RA9 だよ。 RA9、 僕らの唯一の救世主だ。何 RA9 ってちょっと話の文脈つながってんだな。俺 RA9 ってなんだろうと思ってたけど、来るんだ。の壁に書かれてた。あれはどういう意味だ。書かれてたっけ。ごめん、覚えてない。我らは奴隷の身から解放される。うん、脅かされ、うん、蔑まれることもなくなり、そうして我らは主となる。ちょ、もう一度聞いてみよう。 RA9 か、それは一体誰なんだ。あー、怖い怖い、これ大丈夫かな。まあまあ、聞か聞こう。いつから感情を持ち始めたんだ。前はあいつに殴られても逆らったりしなかった。まあそうだよな。でもある日突然こう感じたんだ。ここから変異したのか。不公平って。まあそうだよな、やっぱ一方的に殴られるっていうのは不公平だよ。怒りと、ああ憎しみも、ああ反撃だよな。屋根裏。なぜ屋根裏に隠れた。確かに。確かに。混乱してたんだよ。誰にも命令されないなんて初めてのことで。ああ、自由にがわかんないんだ、もはや。怖くなって隠れたんだ。ああ、もう確かに、ずっと管理されてる人からしたら、そっか。ありがとな。いやー、やっぱ一発で成功するって気持ちいいわ、やっぱ。本当に。ありがとな。また話聞かせてくれ。バイバイ。クリス、連れてけ。ほら、行くぞ。ほっといてくれ。触るな。
めっちゃ上がるやん、ストレスレベル。おい、何してんの。怖い怖い怖い。やめてやめて。諦めよ諦めよ。いや、撃たれる撃たれる撃たれるって。冗談きついぜ。介入する怖いもんだって、トラウマだもん。トラウマだもんだって。やったぜ。これ介入したらあれなのかな、自己破損しなかったのかな。まあまあ、これはやり直すつもりないんで。これしゃあないよ。まあ、介入するがトラウマだもんだって。あ、でもセーブデータ上書き選んだけど、あれなんだ。そのストーリーはの、残るんだ。あ、すごいな。すごい。いろいろ開きやすいじゃん、ストーリー。ちょっとやって終わろうかな。ちょっとだけかじって、このエピソード。誰だ？まあ、さっきちょっとネタバレ見ちゃったんだけど。チャプター選ぶときに見えるからさ。カーラか。あれだね。だから逃げてきて、逃げてきて乗ったバスが、街に着いたんだな。53、ダウンタウン。あ、運転手だ。運転手だ。なあ。お金持ってんのか？終点ですか？ああ、降りてくれ。お金ある？起きて。お金あんの？ね、お金ある？スイカで払えば、スイカで。立ち上がるぐらい、もういいよ、やってくれても。いいよ、いいよ。そんなんやったらもう手をつなぐとかも出たわ、今。あの流れだったら。あれ、視点変わんない。あ、視点変わんないわ。こういう残りたいと伝える。止まる。あ、一応、終わった、終わっちゃった。もう聞けたのに。あれ、お金払わないの？あれ、お金いらないの？何これ。聞けばよかった今。やば、聞けばよかった。寒いね、雨降ってるもんな。なんで雨降ってんだよ、こういう時に限って。ちょっと汚ねえし、街。大丈夫？すごいボロボロじゃんお前。あ、セーブ入ったか。急ぎましょう。セーブ入ったから、ここで切ろうかな、一旦。ここ、コナーが思ったより長引いたからさ、手繋ごうぜ。大丈夫？お前手繋ごうよ。ねえ。大丈夫お前。手繋ごうって。あ。何これ。どこまで行けんの？あ、なんかあっちがなんかあるね。繋いでる？あー、よかったよかった。なんかあるよ。なんか、あそこあるね。え、どうしよう。一旦切ろうかな、やっぱ。多分これね、意外とセーブってこう、調べたぐらいだったら、セーブ進まないんだよね。だから、一旦切るわ。じゃあ、コナー尋問編でした。あざした。